AB 型の人は血液型の中でも特徴的な性格を持っていると言われていますが、実際にはどんなことがあるのでしょうか。それでは早速見ていきましょう。1、自分のペースを崩されるのが嫌い。 AB 型の人は自分のペースで物事を進めたいという気持ちは強いです。他人に合わせるのが苦手で、無理に押し付けられたりせかされたりするとイライラしてしまいます。自分のやり方に自信があるので、他人の意見に流されないという一面もあります。自分のペースを崩されないように、周りとのコミュニケーションを上手に取ることが大切です。2、理想主義者で夢見がち。AB 型の人は、理想主義者で夢見がちなところがあります。現実と理想のギャップに悩んだり、空想にふけったりすることが多いです。高い目標を持っているので、それに向かって努力する姿勢は素晴らしいですが、現実を見失わないように注意が必要です。夢を叶えるためには、現実的な計画や行動も必要です。3、好奇心旺盛で多趣味。AB 型の人は、好奇心旺盛で多趣味なところがあります。いろいろなことに興味を持ち、チャレンジしたり、学んだりすることが好きです。新しいことに挑戦する勇気や柔軟性は魅力的ですが、興味が移りやすくて続かないという欠点もあります。自分の本当にやりたいことや得意なことを見極めることが大切です。4、人間関係は広く浅く。AB 型の人は人間関係は広く浅くなところがあります。誰とでも仲良くなれる社交性やコミュニケーション能力は高く、人気者になりやすいです。しかし、深い付き合いは苦手で、本当の自分をさらけ出すことができないという一面もあります。自分を理解してくれる親友やパートナーを見つけることが大切です。5、気分屋でムラッキがある。AB 型の人は、気分屋でムラッキがあるところがあります。感情豊かで表現力も豊かですが、その反面、気分や感情に左右されやすく、安定感に欠けるという欠点もあります。自分の感情をコントロールすることや、周りに迷惑をかけないように配慮することが大切です。以上、AB 型のあるあるを5つ紹介しました。AB 型の人は、個性的で魅力的な人が多いですが、自分の長所や短所もしっかり把握しておくことが大切です。自分らしく生きていきましょう。